NHK の平均給与額が1人当たり1000万円を超えるそうなんですけど、今回出された給与制度改革を教えてもらっていいですか。また NHK の給与制度というのが年功序列的な要素が残っておりますので、そういうものをできるだけ抑えまして、努力や成果をより反映させるように見直すことであります。そのためにですね、まず基本給与所要といったところですね、こういった基本賃金を見直しましてですね、だいたいおおむね5年間で 10% 程度引き下げるということを見込んでおります。それから管理職についてですね、登用資格試験を導入しまして能力主義を一層徹底させる。それから地域水準を意識した企業とするために地域職員制度というものを新設いたします。さらに今いろいろな職員に与えている手当の中で、役割を果たしたものについては廃止するなど支給項目を削減して整理していくというような形にしておりまして、またこれ組合との交渉段階でありますけれども、この形で何としても実現していきたいと思っております。基本賃金の 10% を目安におおむね5年で引き下げるということなんですけど、具体的に教えてください。基本賃金のところでありますけれども、今低所得とか、いろいろ所有とか決まったものがありますですね、全員が受け取れるものですね、給与が上がっていくときに、これのところを抑えてですね、今まで賃金カーブ、年齢とともにこう上がっていく賃金の上昇のところは低くしまして、その代わりに努力した人とか、その能力を見込められた人たちについてはですね、そういったいろんな加算ということでメリハリをつけていくという形で、ですから全体のその賃金カーブを下げますので、その形で5年間で 10% 程度の削減になっていくというものでございます。じゃあ会長と役員の方々、経営員の給与はそれぞれいくらでいくら減額されるんですか。経営委員会委員、会長、理事の報酬は放送法第29条に基づき経営委員会で決定をしております。新年度の報酬は毎年4月に議論し議決をしております。25年度の報酬についてもこの4月にですね、経営委員会で議論することになっており、現時点ではまだ決定はしておりません。ちなみに、平成24年度の役員報酬でございますけれども、経営委員長が、非常勤の場合633万円、委員が506万円、それから、執行部の方でございますけれども、会長が3192万円、理事が、2256万円になっております。会長と副会長、専務理事、普通の理事、それで経営は常勤の委員と非常勤、今おっしゃったのは非常勤の方ですよね。経営委員長が非常勤で633万円、代行が570万円、非常勤の委員が506万円、常勤の委員が2256万円であります。それから執行部の方ですけれども、会長が3192万円、副会長が2770万円、専務理事が2420万円、理事が2256万円となっております。経営委員長はいくらですか？非常勤の委員長は633万円であります。常勤であれば、会長に、の給与になるというふうに思っております。報酬、会長の報酬と一緒と理解しております。経営委員長の給与ですよ。633万円です。はい、非常勤。会長と同じですね、3192万円であります。常勤と非常勤を故意に混同させておごまかそうとする姿は聞いてて見苦しいです。その金額に見合った働きをしていない自覚があるからもね、あって行動できないのかなって思っちゃいます。あと浜田、参考人ももらいすぎているのが分かってるから金額を言いたがらないし言葉を濁らせてるって見え見えですよね。常勤の報酬を言わず非常勤の金額だと言うというのは姑息すぎませんか。一旦整理しますね。会長の報酬は3192万円、副会長は2770万円、専務理事が2420万円、普通の理事が2256万円、経営委員長が3192万円ですね、常勤は。ちなみに総理大臣が2727万円なんですね。これは 30% かとされてます。なんで総理大臣よりも高いんですね。おそらくこの会場にいらっしゃる中で一番高いのが会長さんということになります。給料額的には大企業の役員クラスと同等だから特別高いとは思わないですけど、今回の問題点はほぼ税金のように受信料を強制的に徴収している上で、その使い道として総理大臣を超えるような給料があるってことなんじゃないですか。簡単に言うと会長の給料のため国民は養分になるということですと、
総理大臣が背負う責任とあなた方 NHK 役員が背負う責任の重さの違いを考えると、これってどうなんですかね。しかも利益を追求してるわけじゃないから、利益に対しての報酬という考え方にも当てはまらないわけですと。一般従業員の給与を削って総理より高給でそれを黙認する政府、クソ野郎ばっかっすね。ちなみに経営委員会はどのくらいの頻度で開催されているのか教えてください。原則として毎月2回定例会を開催しております。その時の議題によっても変わりますけれども、定例会はおおむね 3,4 時間程度の時間を要しております。低予算効率化をして災害時に時間問わず働く現場や子会社の末端より、年間4時間の会議を2回やってる役員たちがはるかに金もらえる。月2回の会議が4時間で3000万、こんだけ給料高いんだからめちゃくちゃ優秀な超エリートですね。この人たちの会議を放送すれば視聴率取れるんじゃないですかね。ちなみに役員報酬とか経営の報酬も経営委員会で決まってるんですか。はい、その通りでございます。退職手当構成費ってあるんですけど、これの内容を教えてください。失礼しました。退職手当構成費ですけども、まあ、その退職手当や年金社会保険料の雇用主負担、それから福利厚生施策に関する費用であります。これは社宅費も入ってるんですか。社宅に関する費用も退職手当構成費に含まれております。まあ、NHK の場合ですね、各放送局の通勤圏内に社宅がありまして、まあ、転勤先に自家がなく一時的に住宅を必要とする職員に対して住宅を貸与し使用料を徴収しております。まあ、NHK の場合、全国規模の転勤がありますことや緊急報道ですぐに局に駆けつけなきゃいけないといった問題もありますので、一定規模の社宅は必要でありますけれども、これについては基本的には保有台こそ減らしていく方向で進んでおります。福利厚生施設とか保有施設はどうなってますか。福利厚生施策としましてはですね、転勤者への先ほど言いました一時的な住宅の貸与、それから職員食堂等の運営ですね、それから保養所の運営などが中心でありまして、まあ、だいたい他企業と同様の内容となっております。保養所につきましては NHK の健康保険組合が運営しておりますけれども、順次廃止して縮減を進めておりまして、現在は3カ所と全国で3カ所となっております。 NHK にはどれぐらいの関連団体子会社あるんですか。まずですね、NHK は株式の過半数を有する子会社ですね、これが13団体、それから NHK または子会社が他の会社の財務及び事業の方針の決定に対して重要な影響を与えられると認定される会社、これは関連会社、これが5団体、それから関連の公益法人が9団体ということで、合わせて27団体が関連団体となっております。関連団体の業務委託費はそれぞれどうなって、関連会社に業務委託することでどれぐらいの経費削減、人員の削減になっているのか教えてください。子会社等への業務委託費でございますが、23年度の決算で1230億円となっております。さまざまな業務や委託形態がありまして、これが削減効果と一概に言えませんけれども、かなり効率的な運営が行われていると考えております。この関連団体が NHK 職員の天下りになっているんじゃないか、あるいは出向先収入の外部移転先になっているのではないかという指摘もあるんですけど、現状を教えてください。NHK とそれからそれぞれの関連団体の関係でございますけれども、まあ、やはりNHK がその公共放送の業務をより効率的に実施するためにですね、まあ、その業務の一部をその関連団体に移転しましてですね、まあ、そこでまあ低コストで効率的に運営していくということが必要だということで、これまでずっとそういう形で進めて分業体制を進めてきております。で、この NHK から確かに退職してですね、関連団体行く職員といるわけですけれども、この人たちはですね、まあ、NHK で培った知識、経験、人脈を生かしまして、そして高いスキルを持った退職者がですね、関連団体で引き続き能力を発揮してもらうと、それでその中で技術とかノウハウをですね、その関連団体の人たちに移転していくということが人材の活用の観点からも重要なことであると思っております。いわゆる天下りと言われるものは、その省庁の公務員がその営業力を行使してですね、民間会社、団体等に再就職するものでありますけれども、私どもはその天下りというのとは全く違ってですね、双方の関連団体 NHK 全体のグループ経営を進めていくためにですね、必要な制度だと思っております。 NHK の受信料って見てるから払ってねって皆さん思ってるんですけど、違うんですよ。 NHK の応援のために払ってねって NHK が言ってて、つまり年間4時間の会議で内閣総理大臣より高い役員の給与を維持していくために、全ての国民から受信料を徴収しなければならないわけですと。 NHK を見る見ないとか関係なく、テレビ設置してないにもかかわらず、将来はスマホ持ってる人からも徴収しようとする。人権より権力が優先するやり方について政府の問題視しない。美味しいポストについた上層部が簡単にそのポストを手放すとは思えないし、公金集中システムを維持したいんで、そのために受信料がありますって NHK のホームページに掲載とかすればいいと思うんですけど、
本来 NHK は民間にはできない収支度外視の教養番組やニュースをやるべきですよね。おそらくそんな番組ばかりになると膨れ上がった NHK 職員の人員や給与を保てなくなるだろうから、そうはならないと思うんですけど、視聴者からすると有益な情報をもらいもせずに NHK 職員の生計を守るために受信料を払ってるわけじゃないから、受信料を払わない人が増えるのもしょうがないよねってことだと思います。公共放送なのにエンタメ発信してる時点でもうダメだと思ってます。好き嫌いが分かれるエンタメ発信にするならば民営化すればいいと思うし、むしろリスクなしでエンタメ発信してることがまずいいっすよね。視聴率やスポンサーなんて関係ないわけなんで。ちなみにオイラとしては国の息のかかっていない中立なメディアってのは必要だと思ってます。面白かったら登録しちゃってください。